江本和馬は日本のフリーアナウンサー、ラジオ DJ、ローカルタレント、広島県広島市西区出身。子供の頃から学芸会では指揮者、体育祭のリレーではアンカーと目立ちたがり屋で喋りすぎで喉にポリープができたほど喋り倒し、西区のカシ屋さんまと言われたほどのお喋りだったとのこと。5歳からシーガル広島でサッカーを始める。小学校、 中学校ではキャプテンを務めた。サッカー選手の野津田武人は幼馴染み。広島県立広島観音高等学校に進学し、畑清が指導していたサッカー部に入部。高窓の宮ハイ JFAU-18 サッカープレミアリーグへの出場経験もある。高校での2学年上に元サッカー選手で現在は、競輪選手の竹内翼、一学年下に、 サッカー選手の塚川湖輝きがいる。プロサッカー選手を目指していたこともあったということだったが、結局プロからのスカウトはなく、高校卒業後、広島修道大学へ進学。同級生に文化放送アナウンサーの山田渡る、基樹がいる。放送やラジオのことに興味を持ち始めたのは、高校卒業後だったということで、高校卒業直後の春休みに、広島で行われた。 AKB48 の握手会に参加し、そこで会場内のアナウンスをしていた大久保刺激と大久保の番組、旧時ラジに興味を持ってラジオを聴き始める。そして自分がスポットライトを浴びるには喋り手や伝える仕事に就くことを考えるようになってアナウンサーを志し、大学在学中に RCC 中国放送アナウンスアカデミーテレビ朝日アスクで学ぶ。 卒業後、2016年に会い、テレビにアナウンサーとして入社したがほどなくして退社、広島に帰郷。広島に帰った時に出かけたイベント会場で、大久保刺激に会って話をする機会を得て、後日、旧時ラジのオーディションを受けるように誘われる。オーディションに合格し、旧時ラジのアシスタント DJ を2年間務める。これを皮切りとしてその後もテレビ、ラジオ等に出演。 2018年から、ダズオンの J リーグ中継で実況を担当している。また、広島ドラゴンフライズや F リーグのアリーナ DJ も担当。2019年には自身の冠番組、エモとカズマの5時が始まる。愛称は、エモちゃん。アイテレビ中国放送広島ホームテレビテレビ、新広島広島 FM 舞台。ありがとうございます。